笠原元プロ野球選手笠原翔輝、怪我してごめん笠原、怪我してごめん約1ヶ月前お前が YouTube チャンネル解説をし、元祖野球 YouTuber の俺を超えていけと、俺と三打席対決をしろと、まずは俺を超えていけと、そういう動画を上げました。その後笠原が動画で、向こうさんいつでもいいですよと、デッドボール当たっても知らないですよ、俺はどこでも行きますんで受けて立ちますと言ってくれたが、笠原怪我してごめん今見ての通り手はむくみまくってほぼ感覚がねえよ。笠原、ただな笠原、お前の球この右腕一本で打てるよ笠原。しかしそれはちょっとな、笠原に、元プロ野球選手の笠原に失礼かと思って、俺はこれを知り合いから借りてきた。手のむくみが、数々のプロ野球選手が怪我の時に使用しているこの超有能な低周波マッサージ、笠原お前との来たる対決に向けて、これで俺毎日絶対治療して3週間1ヶ月かかるところ3日で治してやるから、笠原首洗って待っとけよ、しっかり肩温めてダイエットして俺を3連続三振取るぐらいの気持ちで向かってこいよ笠原。これが治ったら、この打球が治ったらパワーアップしてんぞ俺は。笠原怪我してごめん本当はもうすぐにでも対決やりやりたかったけど笠原マジで首洗って待っとけよ、絶対治すから。笠原お互い頑張ろうぜ、じゃあな。新プレゼント曲パオ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 、東京ブル、東駒の投手用グローブと合わせまして、こちらのアディダスの内野用グローブ、スラッガーの板グラブをさらに追加でプレゼント企画で出したいと思います。応募方法はいつも通り、野球 YouTuber 向こうのチャンネル登録、そしてアメージングシューさんのチャンネル登録、そして熱い熱いコメントをどうぞよろしくお願いします。